武勇名高い雷帝のカトリーヌさんとご一緒できるとは。 知らないのか? これが雷帝。 遥か昔、女神より力を授かりし10人の英雄。 つっても、今回は雷帝を振るう機会はない。 ロナート様は、どうしてこんな無謀な反乱を起こしたんでしょうか? それはあんたの方が詳しいんじゃないのかい? わからないんです。 ロナート様は、僕に何も話してくださらなかった。 きっとロナート卿は、 アッシュを自らの復讐に巻き込みたくなかったのだろう。 ロナート様は僕を養子に迎え 実の息子のように育ててくれた方です。 とても優しいお方でした。 なあ、あんたはダスカーの悲劇を知ってるか? 4年前、ファーガス神聖王国の国王がダス…構いませんよ、カトリーヌさん、続けて。ロナート卿のせがれ クリストフはその事件に関与した角で教団に処刑されている。教団からすりゃ混乱する王国の代わりに教義にのっとって裁いたに過ぎんさ。事件の真相がどうあれ、それ以来ロナート卿は教団に恨みを抱いてんだろ。いや、正確に言うと恨んでるのは教団と。報告、敵が接近中です。敵の兵力が予想以上に多く、 霧のせいで騎士団の方位をすり抜けてきます。おっと、任務変更だ。総員、戦闘準備にかかれ。 霧が濃くちゃどこにどれだけ敵がいるんだか把握できないね。霧の中から敵が分散した敵を確固撃破して、霧の中から歓声が。みんな不用意に突っ込むなよ。ねえ、いけるわ。 助かる。焦らず戦おう。切り込むか。はい、うん、いけます。出るぞ。 はい、頑張ります。どうする？私に任せてください。王さん、いけますよ。
めるなよ。油断をするなよ。ロナート様の悲しみと怒り、オラたちの手で晴らすんだ。役目を果たせず。切り込むか。油断はするなよ。
ロナート様の悲しみと怒り、オラたちの手で晴らすんだ。やけど。行けますよ。はい、頑張ります。私に任せてください。助かるよ。焦らず戦おう。
いしょ。悪いな。頑張ります。出るぞ。いけるが。おうさ、いけますよ。切り込むか。焦らず戦おう。エアだ。
ート様、どうか生き延びて。すまない、こんなことが許されてたまるものか。ロナート様には近づかせぬ。私に任せてください。Hop!
辱のカサンドラ、我が息子を裏切った狂信者め。私の名はカトリーヌだ。メガネのしもべたるセイロス騎士団の剣、その身で味わいな。霧は晴れても我が息子の無念は晴れぬ。腐った中央教会に主の裁きを。慎重にな。だ、すまね。上達してきたみたい。Thank you.
ありがとうな。どうする？行けますよ。
悪い悪い。せい。今日はこのわしが。あんたは正義を せめて私の手で送ってやるよ。主の身元へね。
訳ありません殿下。あなたと剣を交えることになろうと。ロナート卿、貴公の皮膚に月光を打つのは本意ではない。殿下、我が子のため、民のため、私はここで止まるわけにはいかぬのです。道を開けられぬと仰せならば押し通るしか。常にたぶらかされているのか。わしが真実を知らしめてやるしかない。ロナート様、もうおやめください。なぜこんな無謀な振る舞いを。レアは民を欺き、主を冒涜する背信の徒だ。大義は我らにあり、主の加護も我らにある。だからってこんなことは間違っています。町の人たちまで動員するなんて。ならば遠慮なく刃をわしに向けよ。わしはもう後には引けぬのだ。それと様。僕はロナート卿との因縁、こんな形で決着を見るとはな。みんなお疲れさん。各自兵をまとめておいてくれ。ありがとう。どうしてこんな。ロナート様は優しい方だったのに、町のみんなもいい人ばかりで、僕はそんなみんなを殺してしまった。こうするしかなかった。それは分かっているんです。だけど無理をするな、アッシュ。ご心配をおかけしてすみません。僕ちょっと町の様子を見てきます。弟たちが無事でいればいいけど。俺も民を手にかけたのは初めてだ。彼らを守るのが俺の責務だというのにな。彼らは騎士でも兵士でもない。殺すべき相手ではなかった。いや、すまない。先生を責めるのは筋が違うよな。ああしなければより多くの民が命を落とすことになったかもしれない。分かっているんだ、頭では。それでもなあ先生、
いつの時代の為政者も大義のため踏みにじった命に報いるために戦うと嘘吹く。だが大義の二文字を掲げさえすれば何を踏みにじっても許されるのか。ロナート卿は私欲のためでなく己の報ずる正義のために剣を取ったに過ぎない。こうして彼らを切って捨てずとも何か別の方法で理解し合えたのではないかと、俺はそう思わずにはいられない。お前は綺麗事だと笑うかもしれないがな。話してるとこ悪い。今回の事件意外に根が深いかもな。ロナート卿の所持品にこんなものがあった。差出人は分からんし、帰ってレア様に報告だ。よく無事に戻りました。いえ、加護だけではないのでしょう。そうでしょうか。生徒の中には民兵と戦うのを躊躇した者もいたそうですね。民といえど他の信徒に危害を加えかねない罪深き者には罰を下さねばなりません。愚かにも天に刃を向けた者の末路。さて、問題はカトリーヌから報告のあったロナート卿のミッションの件だ。ミッションには女神最短の儀に合わせて大司教を襲うという許し難い計画が記されていた。実現性の乏しい計画だとは思うが、警戒を万全にしておくに越したことはない。そこで儀式当日には生徒諸君にも警備に協力してもらいたいと考えている。心強い言葉。最短の儀はセイロス教の主たる女神の降臨を願う。大司教や私は儀式が始まれば女神の塔にこもりきりになるだろう。無論騎士団にも厳戒態勢で臨ませるが、生徒まで動員するのは本意ではないが。私の身は案ずるに及びませんが、信仰を冒涜する輩を感化することはできません。何も起こらなければそれでいい。ただし緊張感を持って臨んでくれ。白雲の章。